年1年やって、今いとも非常に大きかったので、また、自分自身も成長できるだろうし、サッカーとしても、本当に今一つ大きくなるのかなと思います。またより高いレベルでやりたいと思います。それはあのまま、新競技の後半戦、まあ、本編的に7月ぐらいになっちゃうので、やるよりも、むしろ。まあ、そうですね、やっぱり、まあ、サポーターの方だったり、やっぱり、SBB というプロの世界で、やっぱりそういう。